バレーボールクロアチア女子代表はバレーボールの国際大会で編成されるクロアチアの女子バレーボールナショナルチームである。1991年まではユーゴスラビアの一部だったため、本校では1992年以降の成績を記す。1992年に国際バレーボール連盟へ加盟。1993年のヨーロッパ選手権より本格的に 国際大会へ参戦し、後に大エースへ成長するバーバラ・イエリッチが同大会でデビューした。ヨーロッパ選手権には1995年から3大会連続で銀メダルを獲得した。世界3大大会には1995年ワールドカップに初出場した。アトランタ五輪は最終予選で敗退。1998年に日本で開催された。 世界選手権に初出場ながらも6位と高成績を残した。その後も1999年ワールドカップ2000年シドニー五輪に出場した。その後は国際舞台から姿を消していたが、シドニー五輪以来10年ぶりに三大大会に出場した2010年世界選手権では、初戦で強豪キューバを下すなど検討した。 2011年ヨーロッパ選手権は13位、2013年ヨーロッパ選手権は5位に入った。2014年のワールドグランプリに FIVB 招待枠として初出場を果たし、グループ3で3位となった。同年級から10月にイタリアで開催された世界選手権では1次ラウンドでドイツを、2次ラウンドでは日本をフルセットの末に下し13位と検討を見せた。 ありがとうございます。